こんにちは、モノモースです。今日はちょっと衝撃的なニュースを取り上げてみたいと思います。それは、日本人は世界一礼儀正しいが、同時に世界一意地悪だ、という結果が出たという研究についてです。え、何それと思う方も多いでしょうが、これはなかなか興味深い内容なんですよ。この研究は、大阪大学社会経済研究所が言ったもので、ゲームを通じて自分の利益より他人の不幸を優先する度合いを測ったというもの、その結果、日本人は断ツで意地悪だという結果が出たんです。具体的には、参加者がペアになり、それぞれ10ドルを出しす。 シャーというゲーム出した金額の1.5倍を互いに等しく受け取ることができるんですがここで驚くべき結果が出ましたそれは参加者たちが自分は損してでも相手より優位に立つことを選んだということつまり自分の利益よりも相手の不幸を優先するという行動を取ったんですねさらにこのゲームを日本とアメリカの大学で行ったところ日本人の方が明らかに意地悪な行動を選びやすいという結果が出たんですこれはちょっと衝撃的ですよねでもここで一つ考えてみたいのはこれは本当に意地悪なのかということもしかしたらこれは公平さ いや、まさよ大文字る日本人特有の行動なのかもしれません。自分が得をすることよりも公平さを保つことを優先した結果、相手のただ乗りを許さないという行動に出たのかもしれないんです。だからといって、これはすべての日本人に当てはまるわけではないと思います。でも、この研究結果を見て自分たちの行動や思考について一度考えてみるのもいいかもしれませんね。それでは、今日はこのあたりで、次回もまた面白い話題をお届けしますので、お楽しみに。